えただけでも心が躍りますよね。普通に青春も進撃は？おい、なんで近づいてきた？なあ！俺はもう負けないと誓った！行くぞ！駆逐してやる。この世から煽りを一匹残らず。どうしたんだい？さっきまであんなに楽しそうだったのに動きが悪すぎるよ。まさかこれで終わりってわけで。図が高いぞ。そのまま戦える姿で思い知れ。お前たちの敗北は絶対だ。マジ毎回動画撮るたびに絶対キンクル1回はマッチングするようになったなって思います。はい、さあ 147% か。まあでもなんかキッ、うまっ！てかちょっと今は、あーああやっちゃった、やっちゃったね君。いい感じに1ストック奪って勝てるって思っちゃった。今のも受け身取れないでよく俺を煽ってきたな。おい、あ、どうした？お前謝罪しても許さねえぞ。もう手遅れだ。いくら謝罪しようが命乞いをしようが、お前は俺によって処刑される。この事実は変わらない。せいぜいあの世で後悔するんだな。はい、割っていく。これより死刑を執行する。ここがお前の担当台だ。準備はいいか？静かに眠れ。 133% だけど水の呼吸七の数。あ、なんで今外れたん？ああ、は、あー、やっぱそうか、やっちゃったね。言っとくけどお前俺に勝てないから。お前俺が煉獄見せて崖つかまんの見せたからって勝てるって思っちゃった。もうそれ飛んだ。はい、ドン。まず1ストック。大丈夫か？丸々1ストック差がついてるぞ。あ、お前もう完全に煽る余裕なくなっちゃってる。おい、危ない危ない危ない。はい、お前そんな道連れで一緒に死んで自分の罪を水に流そうなんて、そんな甘いことはさせないよ。お前はこれから地獄を見る。俺を煽った罪でな。そしてこれを見ている者たちは気づくだろう、正義の裁きをする者の存在に。他の者にできたか？いや、僕にしかできない。僕のデスノートにはもうお前の名前は書かれている。バルサミコス、落下死、エクスタシーを煽った罪により成敗される。削除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 で52。うわー、は、おい、ここで来たか。仕方ねえ、まだ本調子じゃないけど煽られちまったらやるしかねえよな。そうだろ、みんな行くよ。そのコース一番得意なんだ。これはチャンスだ。本当の自分のスマブラを取り戻す、そして進化するための。今なら取り戻せるかもしれない。残り5秒だ。5 4 3 2 1 0。こいつマジ処刑するわ。こいつだけは本当。てめえ！ざけんな！こいつ開幕から煽ってきやがった。マジでこいつは叩きのめすわ、とことん。はい、霹靂一閃一連。おい、どうした？丸々1ストック俺0番完封食らっす。てめえ、水の呼吸七の方、イエーイ！ケニー！ああ！クソが、まさかケニーが中央憲兵にいるとはな。心配すんな、殺しはしない、すぐには。お前は俺を煽っちまったんだ、ケニー！おお、お前危ねえこと狙ってんな。ちょ、めっちゃいかつい狙ってきた。うわあ！は？うぜえこいつ。お前やっちゃったな。俺絶対許さねえよ、お前だけは。ちょ、ま、しかもこいつまだ煽ってんだけど。しかもあの煽り方なんか他の煽りよりもめちゃめちゃムカつくんだけど、どうしよう。本当にマジでイライラする。ちょ、こいつだけはもうビッグバッチに野放しにしておくわけにはいかない。ちょ、俺みたいな被害者が一人でも少なくなるように俺がこいつをここで、ああ、ちょ、お前だけはマジでここで俺が消すわ。はい、まず1ストック奪っていく。おい、どうした？もう1ストック奪われてんぞ。
しかもお前全然煽らなくなったやん。もう煽る余裕なくなっちゃってるやん。完全に思いのほかすぐバーストされちゃって。そりゃそうだよな、あんだけ盛大に煽っておいて負けたら恥ずかしいもんな。あ、でもお前はこれからその恥ずかしい目に遭うんだから覚悟しておけよ。お前がやった罪はもう消えねえんだ、分かったか。俺に殺されろ。おいおい、さっきまでの余裕はどうした？ずいぶんと必死そうだな。お前それできた？は？あーあー、やっちゃった。1ストック先制して勝てるって思っちゃった。愚かだな。さあみんな行くよ。みんなの大好きな公開処刑の時間だ。これからお前は本当のクソゲーを体験することになるだろう。準備はいいかな？あそこのなら、俺の最速リバーちゃん。うわマジかよ。は？てめえ！ぶっ殺すわこいつマジで。動画撮影でやるのは久しぶりだけど、お前何やってんの？おいおいおい、しょうもねえな。地獄へ落ちろ。まだ行かねえか。まあそう来なくちゃな。そう簡単、俺は折ったんだ。お前そう簡単に死ねると思うな。死よりも厳しい恐怖をお前に最大限与えてからお前を抹殺するんだよ。おい愚かだな、攻撃上がりまんまとしてきちゃってさ。それで僕は折っちゃったの？勝てると思っちゃったの？もう煽ってこなくなっちゃったの？どうしてさっきまで、はい、イザナミ発動。はい、台を貫通した空下感にイザナミと化してお前をバーストしていく。入んないんだよね。やばい、なんかいい感じに回復されてるよ。ゼロバされたんだけど、ちょっと まずいわ、これは。は？いや、こいつ、は、お前。ああ、やっちゃった。あ、てかこいつ暇さえあれば煽ってきてる。お前そんなに俺を 0% バーストしたことが気持ちよくて嬉しかったか？ああお前煽らなければもしかしたら勝ててたかもしれねえのにな。さらに上の成敗に到達したこの僕に煽ってしまった時点でお前はもう僕には勝てない。 73% そんだけありゃ十分だろ。さあここから行くよみんな。まあ正直少し抑えてるようには見えるんだけど、キンクルっていうキャラクターは何パーセントからでもバーストができるんで全然問題ないです。はい、あ、ここ問題ない。まあこいつはね、もう本当に俺を煽ってしまったって、もうそれだけで重罪なんで。ああ、はいはいはい、なるほどね。うんうんうん、オッケーオッケーオッケー。さあまあ確かにお前実力は少しはあるみたいだけど勝つの、はい、これ計画通り。負けてるフリスのだるかった。嬉しいっすよね最近。うわー、それ回避は？はい、みんな処刑の時間でーす。今日もやってまいりました、この処刑の時間が。じゃこいつラグくて煽ってくるとか、こいつをこのままにしておくわけにはいかない。このまま脳に放しておくわけにはいかないから、お前はここで俺が抹殺する。さあ、うわー、てめえ許さねえ。こいつはこの俺を2度も煽りやがった。おい、どうした？受け身も取れねえのか？受け身は義務教育なんだよ。分かってんのか、このノロマが。潰すぞこいつ。煽る相手を間違えたな、お前は。うわ、問題ない、全く問題ない。ここで殺してやるよ。さようなら。そこ、こいつマジやべえわ。最後までやばかった。お前煽りラグ切断って三種の神器兼ね備えてやがる、こいつ。